市小谷隊長のコースナビ、今日はですね、泉佐野カントリークラブに、来てます。次郎さん、おはようございます。はい、おはようございます。三浦プロ、おはようございます。おはようございます。今日はですね、プロに、はい、ヘアウェイドライバーをちょっと教えていただこうということで、はい、今日はですね、新たに新メンバー、関西テレビとですね、石田アナウンサー、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、はい、このコースナビに初めて出た、今の心境は。いや、緊張しますね、やっぱりね。そんなことはない。この隊員のメンバーの皆さんの中にやっぱ私が入っていいのかなっていうぐらいのレベルなんですよ、まだ。あ、そうですか。100をまだ一度も切ったことがないので。あ、じゃあプロ教えがいがありますね。本当ですね、楽しみです、まあ、ちょっと今日はしっかりと広めのコースだということなので、ベストスコアでできれば100切りっていうのを狙いたいなとは思ってるんです。特徴としましては、もう関西随一のフェアウェイの広さと、たっぷり距離のあるコースばかりで、もうティーショットをドライバーを思いっきり振り回せるという雄大なコースとなっております。ゴルフ場いつも行かれてる方がここに立たれると、おおという、すごい広いなっていう感想を持っておられますので、はい。こちらのゴルフ場は、3つのコースがあるということなんですよね。はい、はい、そうですね。犬鳴コース、稲倉コース、大阪湾コースという3コースありまして、まあ、それぞれ特徴のあるコースとなっております。まあ、全体的にフラットで、どのコースもフェアウェイは非常に広くて、雄大なコースとなっております。大阪湾コースに関しましては、ところどころ大阪湾、関西空港、まあ、天気のいい日には、淡路島や明石海峡大橋まで眺められる、景色の綺麗なコースホールもありますし、また犬鳴コースはもう本当に雄大なフェアウェイの広いコースがと距離の長いコースが多いですね。それと稲倉コースに関しては他のコースよりも若干距離は短めなんですけども、ただドッグレッグであったり、戦略性のあるコースがいくつかありますので、まあ、それぞれの特徴を楽しんでいただけるホールとなっています。まあ、このゴルフ場は関西空港からも非常に近いということで、まあ、大阪市内からのアクセスという部分も含めても、そうですね、はい、もう浜自動車道の上野郷インターからもう約10分ぐらいで到着できますし、また阪神高速の湾岸線ですね、湾岸線の泉佐野北インターからも20分ぐらいで着きますので、まあ、大体大阪市内からでももう1時間かからない程度の非常にアクセスのいいゴルフ場となっております。補充募集としましては、税別34万2000円で、年会費が税別4万5000円ですね。それで今新しい会員様を募集しております。はい、教えて三浦プロということでですね、はい、今日はヘアウェイドライバーを、はい、やりたいと思います。いつもの通りモルモット堀でございます。はい、とりあえず僕らアマチュアゴルファーは、はい、このヘアウェイウッドのミート率というか、はい、フィックス率が、はい、多分2回やれば1回失敗する、はい、5回やれば3回失敗するぐらいの感じだと思うんですけども、はい、まずフェアウェイウッドで大切なことは大きなミスをしないっていうことがとても重要です。なぜならフェアウェイは、傾斜がついていますので、傾斜がありますので、どうしてもコンパクトめにスイングするということを心がけた方がミート率が上がります。のでその傾斜に沿って、アドレスすることもとても大事です。
見佐野カントリークラブのですね、大阪湾コースの9番に来ます。ここはですね、やや左ドッグレッグのですね、ミドルですね。はい、僕ね、実は思ってるんですけど、イケメンでね、かっこいいから、プロはね、あなたばっかり教えてるんですよ。いやいや、僕は聞いてるからいいんだよ。僕、大したことないんで。まあ、そうですか。聞いてるから教えてもらうんだけど。ちょっと私、嫉妬してるんですよ。そうやってみれば、今日最初にアドバイスしてないですね。そうですね。まあ、ここね、最後のホールなんで、前半ね、頑張りましょう。はい。上田さんはスイングのバランスがとってもいいですね。軸が全然ぶれてません。ちょっと体調はちょっと飛ばそうと思ってちょっと上下してますね。石田アナウンサーは、どちらかというと上体だけでちょっとこう振ってるような形になっているので、下半身の使い方をもう少しうまく使えるようになると距離も伸びますし、もっとブレなくなると思います。泉佐野カントリークラブのね、昼食です。いや杉村さん、はい、この焼きサバ寿司うまそうですね。これそうですね、ノルウェー産の焼きサバになっておりまして、夏でもさっぱり食べていただけると思います。はい、これお持ち帰りもできるでしょ。お持ち帰り、はい、大丈夫です。人気商品らしいですね。そうですね、ジローさん焼きサバ好きだもんね。はい、そうです。分厚いしね。はい、早く食べたい。早くね、僕はね、これね、とんかつ、とんかつね。はい、とんかつなんです。かれてる、はい、よろしいですか。はい、かれてる。はい、言葉が出ないほどうまいよ。暑いね、ナスのゴールでね、まあ、お湯のご飯ね、しっかり食べないとね、後半またバテるでしょ。それはもう、ね、前半37台回ってはったから今、すごい余裕の表情ですね。はい、よかったです。泉佐野カントリークラブに、ランチは、とんかつか、美味しい焼きサバ寿司、ということで最高です。イエーイ、イエーイ。泉佐野カントリークラブゴルフレモの桜井です。西尾です。8月末には新しい工房が完成しますので、グリップ交換やシャフト交換などが気軽にできるようになります。新しい工房はどんな工房になるんですか？はい、今までと違って、室内で、行いますので、皆さん、ご期待に沿うように、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。楽しみですね。ぜひ皆さんお越しください。お願いします。お願いします。西尾さんはゴルフやったことないんですか？まだやったことないんですけど、やりたいと思ってます。そしたらこっちのフットジョイのレディースのシューズとかどうですか？西尾さんにぴったりやと思います。これめっちゃ可愛いですね。これやったらゴルフ上手くなりそうですね。よかったら皆さんもどうぞ買ってください。その他クラブ、ウェア、シューズ、ボールと量販店並みの品揃えと価格になっております。大変お求めやすくなっておりますので、いつもそのカントリークラブゴルフレモへぜひお越しください。待ってます。待ってます。泉佐野カントリークラブのですね、犬鳴コースの1番のミドルに来てます。ジローさん、前半はなんと1オーバーの37。はい、
はい、すごいですね。できすぎですね。いや、インパクトは大きい。いや、できすぎです。いやいや、はい、初登場、石田アナウンサー、はい、前半60点。いっちゃうんですね、それ。はい、言います、言います。どうですか？え？どうですか？後半巻き返すためのアドバイスをいっぱいもらいましたから。なるほど。こっからですよ。なるほど。特に、あの、いろいろ思いました中で、はい、何が一番心に残ってますか？アドレスですね、やっぱり。アドレス。アドレスが間違ってるというので、まず体の正面にグラブを持ってきて、うん、とにかく左足重心になりすぎてるというアドレスがあった。なるほど。そこを改善したい。なるほど。これどうですか、見込みは。なんとかなると思います。ギリギリ。はい。あ、そうですか。泉佐野カントリークラブのですね、ラウンドが終了いたしました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ジローさん、さすがに今日は爆裂でしたね。3737。はい、ありがとうございます。すごいですね。どうですか？このとこちょっと、調子良くなったのかなと思いますけどね。先ほどロッカールームではもっとゴーゴーしてましたけど。いやいや、やっぱりね、カメラの前ではね、あんまりゴーゴーできない。そうですか。いやいや、よかったですよ。まあ、石田アナウンサーですね、はい、今回初めてで、大橋アナウンサーのスコアを、超えないようにしたんですか。そうですね、やっぱり先輩超えると、いろいろと、まあ、諸問題がありますので、諸問題気を使いながら、はい、ちょっと回った結果、こういう数字になりましたね。ちなみにあの前半が60点で、後半53点ですから。あ、それ何か間違いじゃないですか。いやいや、後半は、三浦プロの、はい、アドバイスが非常に適面に効いてですね。いや、そうですね。いや、上がり4ホール5、6、5、4ですからね。そうですね、良かったですね、後半。はい、そうですね、最後パーで上がれたのもやっぱり三浦プロのもうアドバイスのおかげですね。どんなアドバイスされたんですか。やっぱりもう本当いかにスライスをしないようにするかっていうことを、まあ、今日はたくさん教わったんですけれどもね。プロ、どこがポイントだったんですか。今日はですね、あの石田アナウンサーはちょっとアドレスに問題がありまして、はい、スライスが出るようなアドレスを出ました。あ、堀圭介があのスライスが出るようなグリップをしているとおっしゃいましたけど、はい、それに匹敵する。そうですね、今日は石田さんはやっぱ構えが手の位置がちょっとこう極端にハンドファーストに。あ、なんかダイヤモンドカップのなんか実況されるそうですね、はい、なんかあの宣伝してください。この流れで言うのは非常に心苦しいんですけれども、はい、こんな私が、9月の、はい、4週目の週末に行われるダイヤモンドカップ2日目の模様をですね、私に実況させていただくということになります。今日のラウンドが非常にあの教訓になったんじゃないですか。まあそうですねやっぱりあのオートネカントリークラブというところでやるんですけれども、ね、ラフが激しいので今日はもうたくさん私ラフの勉強してまいりましたので、はいはい、それを実況に生かせればなとプロはあのこの、泉佐野カントリークラブ回られた印象はどうですか。そうですね、大阪湾は、はい、とても距離が長くて長いんですけど、どこ打ってもいいっていうわけではなく、やっぱポイントポイントに打っていけないと、今日上田二郎さんは本当にポイントに
言ってたので、とてもいいスコアに結びついたんじゃない。簡単そうでした。簡単そうですね。本当にやっぱティーショットの置きどころが、よくあれだけ言うと、あの飛んで270度とかヤードとか280ヤード飛んでですね、ちゃんと置き場所がちゃんと思った通り行きますよね。そんな言ってないんですよ。そうですか。うん、やっぱり言ってないけど、まあまあ偶然に大まかに狙ったところに行ってるだけです。そうですか、うん、でもここはやっぱりあの、まあ、ちょっと大阪湾の方が、まあ、あのドライバー危ないところもありますし、そう無茶ぶりできないですけども、はい、犬崎の方は割ともうね、はい、触れますね。そうですね、犬崎の方がなんか触れるような感じがしますね。ここはでも若い人多かったけど、はい、どんどん振る人いいですね。ここはいいですね。だからまたチャレンジしてみたいですね。そうですね、ちなみに今日は私もね4243でね85なんですよ。ベア、ベア今日は本当に暑い日、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。